それではお待たせいたしました。ここからイニシャル D25 周年記念 MF コースとスペシャルトークショーのコーナーとなっております。皆様だんだんねちょっと雨が強くなってきましたけれども、まあ、屋根の下濡れませんからね、ソーシャルディスタンス保っていただきまして楽しんでいただきたいと思います。それでは早速お呼びいたしましょう。レーシングドライバーのオリオン・マナブ選手、そして講談社ヤングマガジン編集の桑井さんです。どうぞステージにお越しください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。失礼します。桑井さん、ステージに上がるなんてこと結構あるんですか？いえ、これが会社に入ってから初めてです。最近グイグイ出てますからね、いろんなところでね。ここで、ここでも桑井さんワールドを爆発させてください。そんな全く出ない、はい、さあ、というわけで、まずですね、オリド選手にお伺いしたいんですが、はいはい、オリド選手は、実は、うん、オリド選手がレースを目指すきっかけの一つが、なんと重野先生のバリバリ伝説か。まあそうですね、あのバリバリ伝説はもうリアルに、はい、僕がこうバイクに乗りたい時期と被っている漫画だったので、うん、はい、相当影響されましたね、はい、やっぱり今でも影響されてます、うん、あ、そうなんですね。でも、うん、やっぱり今でも読むと心熱くなるじゃないですか。たまになるなる、あの、ね、もう僕のバイブルみたいなもんなの、はい、教科書みたいなもんだったので、はいはい、やっぱ単純に、うん、そう、やっぱりそのストーリー性もありますけど、まずはかっこいいとか。かっこいいですね。そのかっこ、あのなんか生き様がかっこよかったですよ、はい、どんだけあの時 CB750 に乗りたかったの、うん、でもその2輪から転向して4輪になったんですか？まあ、元々僕は4輪のレーサーに憧れていたんですけども、はい、一番身近に乗れる乗り物っていうと自転車だったりとか、はい、まあ、バイクは正直ちっちゃい頃から乗ってたんで、まあ、どうしてもそうするともうバイクバイクバイクになってたんですよね、はいはい、うん、当時の僕らの年代だとほとんどの男の子がバイク乗ってましたから。お、はい、なるほど。まあ、ただ三内運動とかいろいろ厳しい時代でもあったんですけども、はい、まあ、みんな乗ってましたね。まあ、星野選手も、あの長谷美選手も昔は二輪から始まってますもんね。そうだ、星野選手もね、あの、川崎もライダースとかなんとかっていうのは家出したっていう星野さんの伝記に書いてあったんで、うん、僕もそれ真似して中学校の時家出しました。そうですね、家出しましたね、はいはい。まあ、本当にね、あのオリド選手にはそういうね、あの漫画がいろんな影響があったと思うんですけれども、まあ、後ほど、はい、リアルな、ね、はい、エピソードを聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。さあ、そして桑井さん、まずは皆さんね、あの、はい、桑井さんのことをご存じない方もいらっしゃると思いますので、自己紹介をお願いいたします。はい、講談社のヤングマガジン編集部におります、桑井春人と申します。重野修一先生の最新作である MF ゴーストを担当させていただいておりまして、DT ゴーストというそれを MF ゴーストを応援する記事を担当しております。今回のこの富士86スタイルのイベントも、たくさん写真撮らせていただきまして、紙面にて発表させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、小林さん、よろしくお願いいたします。さあ、小林さん、はい、あのさて、まずこの作品がなければ、うん、今日の富士86スタイルというイベント自体もなかったというイニシャル D について、あ、先ほどね、バリバリ伝説の話話したこの25年経ったんですね、はい、それは匠ももうだいぶ大人になってますよね。めちゃくちゃ大人になってます。あの当時18ですから、若干普通に計算43歳ですね。もうそうですね、25年経ってるとなると、はい、43ですか、匠も。もういいおっさんになってますね。おっさんになってますね。でもここにいる皆さんも当然イニシャル D ご存知です。逆にイニシャル D 知らない人っています？まあ、今の聞き方で手挙げられないですよね。挙げられないです。そうですよね。今うちの娘もイニシャル D を呼び返したりとかアニメを見たりとかして楽しいって言ってますね。ありがとうございます。やっぱりね、それこそ本当にイニシャル D の与えた影響って相当大きいと思います。はい。でも今のだから30代、40代、30代くらいの車好きの人はなんで車好きになったんですかって言ったら、やっぱイニシャル D の影響でっていう人が非常に多い。で、ね、はい、で今20代全般はお父さんの影響でって人が非常に多いですね。確かに、あの読者の方から、はい、親御さんの影響で20代の読者の方とかいらっしゃいますので、だから車好き第2世代って言ったらあれですけど、またぐるっと回ってまた車好きが若い子にいっぱい増えてきましたからね。そう だからそれをリサーチすると、うん、お父さんお母さんが車で遊んでたとか車が好きだとか、はいはい、そういう人が多いですね、やっぱね。そうです。それを加速させるようにイニシャル D がね、うん、どん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 流行っていって、もう海外でもイニシャル D がね非常に有名ですから、はい、確かに。
やっぱりアジア圏を中心として北米でも単行本販売されてるんですけれども、はい、やはりすごく世界で人気の作品となっております。確かに、まあ、イニシャル D のおかげでこの86という言葉がねどれだけ世の中に流行ったかっていうね。杉野先生の作品って、結構リアルな、例えば場所であったりとか、そのリアルなドライビングスタイルだったりとか、はい、まあそれバリバリ伝説の頃からそうですけど、実際にこう本当にね、はい、そのリサーチをして、はいはい、まあ、しっかり先生も走るんで、はい、だから本当の出来事をアニメの、アニメの漫画になってるってね、はい、それがすごいところだ。逆に作中の中でこう折戸さん、折戸選手もあ、ここの峠懐かしいなとか、なんかこうイニシャル D の思い出とかあったりするんで。イニシャル D が走る峠は僕は走ってないんですけど、はい、MF ゴーストの題材となってる箱根周辺は、はい、かなりリアルに知ってます。はいはいはい、だからもう鮮明に あそこでこうだとかっていうのは、イメージが湧くんで、はいはい、まあでも実際にイニシャル D でやっていたようなことを折戸選手も峠で、あの溝落としとかっていうのは実際にこうやっぱワインディングとかでちょっと若干こう内側がこうえぐれてて、そこにこう内側を引っ掛けると内輪が使えて実際コーナーリングスピードが上がるとかっていうのは実際やりますよね。それは本当なんですね。いや、それ一回聞いてみたくて、はい、あのだからどうしても車ってこうロールすると内側のタイヤって設置が薄くなるんですけど、はいはい、それをこう内側の側溝どぶこう斜めになってるようなところに引っ掛けると結構ね変わるんですよ。まあだからサーキットで縁石に乗るとか、はい、そういうのと同じような雰囲気ですよね、はい、まあそれとは逆の効果なんだけど、そうですね、はい、内輪を使うっていうのは実際には効果が出てないです。そういうことです、ね。まあ、あとガムテープでスマッチ、ガムテープ、あの、はいはいはい、教授と、まあ、あれはサーキットでやったことありますけど、非常に危険です。あれ手首持ってかれちゃいますから。そうですね、はい、あれはちょっと危ないです。あとで絶対やったのはコップに水を入れるね、あれはもう数十メートルでこぼれます。え、絶対こぼれますよ、はい、数十メートルでこぼれます。丁寧に運転してもこぼれちゃうわけですね。まあだからコップに水の代わりにボールを助手席に置いて、この中にピンポン玉を置いて、こうちょっとそのピンポン玉をこう動かす練習とかはちっちゃい頃やりましたよ、はい、そうですよね、はい、でも大井さん、その重野先生は、はい、今プロドライバーが感心するほどのそういう情報量を持ってるわけじゃないですか。持ってる。そうですね。普段からどういう取材をされてるんでしょうね。やはりあの作中で描くコースに関してはご自身の目で全て確かめて、やはりいろんな角度からお写真を撮られたりですとか、自分で実際に走ってみたりとか、すごい綿密な取材をされていらっしゃいます。実際に自分でそのちゃんと取材というかちゃんとその場所に行ったりとか、はいはい、いろんなのをこう経験しないと書けないんですよ。そうです。ただその場の雰囲気がわからないと書けないわけですから、ね、だからリアル感があって面白いんですよね、なるほど。やっぱ作者の方がそれだけ踏み込んだ経験をしてるから面白いっていうことですね。そうですね、はい。さあ、大井さん、そのイニシャル D ですが、今年はなんか特別な年だそうで。あ、はい、ですね、実は去年からにもなるんですけれども、イニシャル D が1995年から連載開始で、昨年の6月から今年にかけて25周年のアニバーサリーイヤーと銘打たせてもらっております、はいはい、でですね、その記念としまして、ちょっとこちらのイニシャル D の新装版イニシャル D が現在発売中でして、はい、2冊を通常版が48巻ありまして、2冊を1冊にまとめて全24巻、はい、でその最終の24巻が、おとといですね、金曜日6月4日に発売となっておりますので、あの皆様 1巻から24巻までぜひお買い求めください。それを全部集めればイニシャル D を全て知ることができるわけですね。全て知ることができます。あ、しかも今単行本がさらに凝縮されてるわけですね。はい、2冊分を1冊にまとめております。2冊が1冊、4冊が1冊、2冊が1冊、なので48巻が24巻にまとまっております。僕でも今やっとこのステージの趣旨をあの分かりましたけど、完全に番宣ですね。完全に宣伝しに入りました。今頃気づきました、俺の選手まで出してきて、なんと宣伝をしてるというね。すみません、今頃気づきました。僕はイニシャルで全部持ってますよ、あ、持ってますよ。ありがとうございます、はい、持ってます。まあでもあのこれをね、欲しいという方も多分中にはたくさんいらっしゃると思いますし、もうすでに多分持ってる方もいらっしゃると思うんですよ、はい、ありがたいですね。僕はあのイニシャル D に影響されてこの間 AE8 を買っちゃいましたから。そうなんです、ついに、はい、ついに買っちゃいました。ありがとうございます。これの行きたいんですけど、これのでもどうですか、やはりその AE8 のこう手元に。いや、やっぱりね、その免許取り立てオートバイから車に乗り始めて車の練習をしたのが AE86 だったんですけど、はい、まあ僕にとっては本当にバイクですが、まあ、今回で5代目の AE86 になりますけど、やっぱなんかね懐かしいですね。
本当になんかこんなって言ったら変だけどこの車で練習をしたんだなみたいな、なんか懐かしさと変な感動がありますね。そうですね。これ面白いもので A86 街中で普通の交通の流れに沿っててもほぼ全開ですから、うん、だから普通に60キロぐらいで走るでしょ、はい、その中で A86 ってまあまあ回転上がってるんですよ。そうなんです、ね、そうじゃないついていけないんですよ、うん、一生懸命ですよね。そう一生懸命、はい、それ一生懸命さにまた一生懸命さが楽しい楽しいんですよね。こんなに全開できる車って街でないよねみたいな、はい、あとあの振動とかいろいろありますからね。軽自動車より遅いですから。そういう意味で言うとイニシャル D のいろんなゴーとかいろんなあの音の表現の仕方とかも、ね、はい、ものすごくリアルを、はいはい、に徹してるから共感できるんでしょうね。ただあの車っていうのはやっぱ、はい、あのチューニングしていけばしていくほどどんどんこう、はい、ポテンシャルが上がる車なんで、ね、本当にドライバーを育てる車だと思います、はい。まあ、というわけで、まあ、イニシャル D はね、今、はい、江戸選手にもいろいろ言っていただいて、多分ご存知の方はほとんどだと思うんですよ、うん、で、ここから一番重要なんですよ、MF コースと、はい、新しいシリーズが始まったんですが、これはどういうお話なんですか。はい、MF コース、近未来を舞台とした作品でして、うん、MFG という、ガソリン車だけで行う行動レースが世界的に人気を博しているという世界観の作品です。で、主人公である片桐かなたという主人公がいるんですけれども、トヨタ86を買って、世界のスーパーカー相手に戦っていくという物語で、その片桐かなたという主人公が実は藤原拓海の弟子だったという設定もございます。これね面白いですよ。あのイニシャル D の時に高橋兄弟って言ったでしょ。ありましたね、R7、はい、FC と FD の、はい、お兄さんの方が MF ゴーストのあれなんですよね。はい、両高橋というそう、要はイニシャル D の時から将来匠をこうスカウトしてて、将来俺と一緒にこうなんかやらないかみたいな、もうそういうとこから繋がってるんですよね。はい、だからそう考えると藤原匠はもう43歳になりましたから。まだそれは、はい、出ないですけど、全く違う、シリーズではなくてちゃんとイニシャル D を繋がってるんですね。世界観としては繋がっております。じゃあイニシャル D をご存知の方も相当あの新しい組みながらも、そうなんですよ、いろんな登場人物とつながるわけですね。藤原拓海自体が出てくるわけではないんですけど、ちょいちょいこうあれですよね、エピソードとして雰囲気が出てきて、はい、面白いですよ。そうですね、うん、でなおかつその MF ゴースト、さっきも言いましたけど、はい、走るステージが僕らが若い頃結構走った箱根周辺なんですよ、うんうん、なのでなんかちょっと僕にとってはあの親近感があって、はい、僕ね正直箱根神社ってあるのは知らなくて、うん、はい、去年の年末に行ったの箱根神社、はい、すごい良かったです。謝り行ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、散々もう箱根を荒らしてしまってすいませんでした。そしたらなんかねすごいやっぱあそこは走り屋の神ですね。あ、なんかそこから調子がいいです。なるほど、はい、まあ、でもそんなあのオールド選手に、ね、今お話を伺いましたが、うん、先ほどね上井さん、はい、MF ゴーストは86で世界の、はい、あの名車たちを相手にするって、はい、まあ、ランボルギーニだったりとか、まあ、すごい速い車をね、はい、相手にするって言いましたけれども、オルト選手これ86で世界のスーパースポーツカーと戦えたりするんですかね。まあ、漫画なので、全てが全てではないですが、でもね、はい、あの要所要所やっぱり下りのタイトコーナーの峠であるとか、うん、はい、そういうところは全然余裕で86の方が速いと思いますよ、うんうんうん、なるほど。これなんかレギュレーションとかなんかいろいろレースによって設定があるんですか、これ岩井さん。はい、ガソリン車、ハイブリッド車がダメであったりとか、かけるタイヤの太さが決まっていたりとか、なんとかウェイトってのがあるんですよね。グリップウェイトレシオという、はい、車重によってはけるタイヤの太さが変わるという。そうなんです。面白いのが、あの新型 NSX とかも出てくるんだけど、はい、あれはハイブリッドなんですよ、うん、あれわざとモーター取んなきゃいけないんですよね。そうですね、モーター取って後輪駆動になっている。エンジンの駆動だけで戦わなきゃいけない。だから世界中の車スーパーカー、ランボルギーニが出てきたり、フェラーリ、ポルシェ、最近だとスープラがね、スープラが入ってきます。12年の標準、最新の技術を取っ払っちゃうわけですね。そうなんですよ、でも普通のレースのレギュレーションでそれができたらすごくイコールコンディションで面白いと思うんですけど、なかなかできないじゃないですか。でなおかつずっとこうドローンがついてきて、はい、それでこう、スポッターみたいなのがいて、スポッターがいろいろ合図をするんですよ。おお、いや例えば霧の中見えない中を、はいはいはい、スポッターが今右から抜けとか、はい、なんか面白いですよ結構、本当近未来的で、インディみたいな感じですね。インディもそうですもんね、スポッターがいて。あ、そうですね、はいはい、ね、まあ、そういうのもあるんですね。まあ、そういうのをあの峠で行うっていう、
感じですね。新たな重野先生 の、 そのワールドの中で出来上がってる新しいこんなレースがあったらいいなっていうレースなんですね。そうそう、リアルだから将来的にやったら面白いだろうなみたいな、ただね、もう箱根の街があれもうほとんど人住んでないですから、はい、そういう設定なんですね、はい、すごいですね。かまぼこストレートとかあるね。かまぼこストレートございます。かまぼこ屋さん、かまぼこ屋さんのストレート、まあ、そういうところはぜひ、あんまりこれ喋っちゃうと皆さん購入したくなっちゃいますからね。いや俺読みたくなっちゃう、読みたくなっちゃいます、ね、読みたくなっちゃったでしょ、はい、読みたくなっちゃいました。なんかそうやって教えてもらうと、うん、ああなるほど、僕も実はこのトークショーの中でいろいろ調べたんですけど、はい、やっぱりあの言っていただいての方が入ってきますね、うん、ありがとうございます。お嬢様ありがとうございます。読もうと思いますよね、やっぱり、ね、藤原拓海は今ヨーロッパの方で先生をやってコーチやってですね、ドライビングのね、はい、そうです、イースのコーチを、ね、はい、はい、まあ、そんなあのヤングマガジンさんは今回なんと、はい、デモカーを展示されてるそうじゃないですか。はい、どっかに置いてありますよね、あちらのブースの方に、はい、86って書いてある赤い、はい、86ですね、はい、でも展示してるデモカーはなんと 86MFG コンセプト、はい、2021というチューニングカーなんですね。これこの 86MFG コンセプト2021というモデルでして、はい、こちらの、ターボキットはブリッツさん、シートがブリッドさん、はい、ホイールがレイズ、ブレーキプロジェクトミュー、クラッチが小倉クラッチさん、すごいスペシャルなチューニングを施しておりまして、はい、作中で絶景 MFG の作中コースの作中でですね、ボディに86という絶景があるんですけれども、はい、それも再現したモデルとなっておりますので、ぜひあのご覧ください。はい、そしてあの MFG コンセプトですが、来年は今トヨタ86じゃないですか、来年はどうなるんですか。来年も行われるでございます。新型の86が、ね、出ますからね、はい、ベースとなる車両も新しくなって GR86 で GR86 で行きます。これは来ましたね。昨日ね、実は、うん、なんでもないです、はい、なんで今一瞬にして考えましたね。そうですね、はい、でもこの GR86 で、ね、はい、当然それだけでも十分強力なタッグなんですけれども、はい、さらに開発アドバイザーとして、はい、プロジェクトアドバイザーとして、はい、こちらにいらっしゃる織戸学さんにお願いしております。どうもよろしくお願いします。非常に楽しみです。多分僕が想像する新型の86、相当いい車になってると思いますんで、はい、相手も 2400cc に上がってかなりトルクも増えて、そうですね、乗り味も相当いい乗り味の車になってると思うんで、はい、相当楽しめる車が作れるんじゃないかなと、はい、よろしくお願いいたします。でもそれだけ楽しい GR86 ですから、当然そのチューニング、いわゆるそのカスタマイズっていう面で、うん、オリド選手ももともと素性はいい車ですからね、うん、どういうところをこうカスタマイズしていこうという中あるんですか。まあやっぱりあのシャーシー性能をいかに上げられるかっていうところが最初から始まって、うん、はい、まあ、エンジンはこの2400の NA 結構楽しそうなんでね、うん、まあ、それをベースにトータルバランスでどこまでその車が走れるか、うん、そうですね、まあ、オリド選手が開発アドバイザーですから、うん、作中でどんな走りをしてくれるのか、これ上井さん楽しみですね。ノーマルが非常にいいので、はい、本当に厳選したパーツをチョイスしてしっかりセットアップしていかないと、はい、いい意味でノーマルバランスが崩れちゃってしまうことがあるので、はい、そうなんです。こういった意味では難しいかもしれないですね、うん、そうですね。上井さんどうですか、オリド選手のその開発アドバイザーのなんかこう期待感っていうのはあったりしますか。すごく速い車ができるんじゃないかと、はい、担当ながらすごい楽しみにしております。そうですね、楽しみにしていただいてというところですが、さあそしてなんと今回ですね、ヤングマガジン編集部の皆様より実はステッカー5枚、こちらをいただいてます。10枚ございます。10枚、はい、こちらをですね、皆さんにこちらにもあります、じゃじゃん、 MF ゴーストのステッカーありますので、まあ、簡単ですがちょっとじゃんけん大会しちゃいますか。はい、はい、じゃんけん大会をしようと思いますので、じゃあ皆さんちょっと欲しい方、もうその手を挙げていただいて、立つことは大変なんで、じゃあ、オリド選手、じゃんけんお願いします。はい、じゃあ、最初はグーで。はい。いや、最初はグー、じゃんけん、ぽい。ファーの方。はい、勝った人だけ。勝った人だけですよ。はい、もう一回いきます。最初はグー、じゃんけん、ぽい。ファーの方、前に来てください。はい、ファーの方、前に。はい、ファーの方、前に来てください。決勝戦、決勝戦。はい、はい。でも10枚あるんでしょ ?10 枚ですね。10枚ある。はい。はい、何枚いいかな。あ、ちょうど10人ですね。嘘です。どうぞ。はい、じゃあもうこの方たちはもう、はい、じゃあもらいますね。4名じゃあ俺と選手から、はい、あ、はい、お願いします。
はい、さあじゃあ残り6枚ですね。残り6枚、残り6枚ラストです、ラストです、はい、いきます、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、パーの方、いきます、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、パーの方、はい、じゃあ前に来てください、はい、すみませんね、もうちょっと時間がないもんで、そうですね、あ、もう、あ、お子ちゃまにはもう、お子ちゃまはもう決定です、ね、お子さんは決定です、はい、はい、おめでとう、はい、あ、結構いましたね、はい、じゃあこのまま皆さん最後決勝戦いきますよ、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、ヒントです今のはね、はい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 、グーの方、はい、毎回グー出すと思ったら大間違いですよちょっと変えないでください、今変えないで、ごめんごめん、俺変えないで、とにかく勝ちたかったんだ俺、ごめんごめん、今の人たちもう一回やりましょう、はい、もう一回行くよ、行くよ、せーの、最初から、はい、ごめんごめんややこしいです、ややこしいです、ごめんごめん、はい、最初はグーじゃんけんぽい、アドバイザーややこしいからね、はい、パーの人、はい、パーの人、前に来て、前に来て、いきます、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、はい、グーの人、グー、はい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 、ぴったり、はい、ぴったんこだ、ぴったんこ、はい、ありがとうございます、さあ、というわけでですね、まだ MFG コンセプトのデモカーを見たことない人、実写が会場に、ブースに展示してありますので、ぜひ、行っていただきたいと思います、はい、プロジェクトの詳細や GR86 情報が掲載されている小冊子もお配りしております。それでは、俺の学ぶ選手、ヤングマガジン編集部、ウワイさん、ご登場ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、MF ゴースト読んでくださいね。そして楽しみにしておいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。